109月1729配信日本ハムさんの一楽天、パリーグイコール9日、日本ハムのシーズン最終戦で、大谷が3番指名打者で先発出場した3打席凡退で迎えた7回一四満塁の第4打席で見逃し三振を喫し、悔しそうに打席を後にした今季は怪我でプレーできない期間も長く、怪我は良くない野球ができず、楽しくなかった。ともどかしいシーズンとなった去就が注目されるオフシーズンに向け、1日1試合、常にうまくなる意識を高めたい、と話した。